こんにちは、普段こちらのチャンネルでは、イギリスの、いろんなリアルエールをご紹介してるんですけれども、まあ、たまに、リアルエールじゃないもの、ジンジャービアとか、あとアイルランドのスタウトとか、英国のリアルエールっていうカテゴリーからはちょっと外れてしまうものも紹介してるんですが、基本的には、イギリスのいろんなエールをご紹介していますが、今日はまあ、お正月ということもあってちょっと違った試みをしようかなと思ってます。で、ですね、今日ご紹介しようと思ってるのは、日本のビール、まあ、日本のビールなんか、日本で飲めるしわざわざレビューすることもないんですが、こちらで売られてる、日本のビールっていうのはライセンス生産で、まあ、例えばイギリスだとヨーロッパの他の国で生産されているものなんで、もちろん水違いますし、レシピは一緒なんですけれども材料が微妙に日本で使っているものとは違うんで、使っている麦やホップも多分違うと思うんですよね。で、まあ水が違うと味もかなり大きく違ってくるんで、どのぐらい違うものなのか比べてみようということで、こちらアサヒスーパードライ、こちら側がイギリスでライセンス生産されて、チェコで製造されてるんだ。でイギリスで売られてるものなんですが、でまずパッケージがちょっと違いますよね、ご覧の通り。で、まあ日本バージョンにはお酒ですと書いてありますが、イギリスではそのような表示をする、法律で定められてないのでそれはないんですが、代わりにこっちが 1.7 ユニットあるよと。で、まあ、妊婦さんは飲まないでねと、そのような感じの、警告表示がありまして、アルコール度数とかは基本的には一緒 5% で、こちら、イギリス版は 330ml 入り、日本版は 350ml 入りで、まあ、日本版は上の方にここに辛口とローマ字で書いてあるんですが、イギリスで売られているバージョンはジャパンズナンバーワンビアと書かれています。で、まあ、スーパードライでカタカナ でその下にアサヒビール、あと辛口、これも全部日本語で書いてあります。ただ、日本版にある生っていうのはこちらにはないですね。特にドラフトビールっていうのが売りにはならないので、あんまり、入れても入れなくてもメリットがあまりないということでしょうか。あとはそうですね、この、リサイクルの表示が違う。まあ基本的にはあとこの上のボコボコ、日本の缶にあるボコボコ、これがイギリス版にはありません。まあそうですね、そのぐらいですかね。トップのプルタブもちょっと違う、こっちがイギリス版、こっちが日本版で、日本版には展示が入ってます。で、まあそんな感じですかね、外見の違いは。では開けて、両方開けてちょっとビアグラスではないんですけれども、同じ条件で味わうために同じグラスを用意しました。味見をこちらがイギリス版、こちらが日本版。色的には同じ、全く同じって感じですね、光の加減で若干違うように見えるかもしれないんですが、基本的には全く同じです。香りは
スーパードライの方がほのかな香りがあって、このチェコ産のやつはほとんど香りがないですね。まあどっちにしてもあのエールほどしっかりとした香りはラガーにはないので、大差ないといえば大差ないですね。まあもともとラガーにはあんまり香りがないので。では味いただきます。どちらを先に飲もうかな。じゃあ日本の方、まあこれは皆様がご存知の通りの味なんですが、うん、なので詳しく説明する必要もないかなと思いまして、今日本のものを飲んで味を記憶して、でイギリス版を飲んでみたいと思います。全然味が違う、びっくりするぐらい違う。酔っ払ってしまえばきっと分からなくなるかもしれないんだけれども、すごいあのこっちの方がシャープ、炭酸が効いてるようなそんな感じの、うん、で苦味とかもすごい強調されてて、日本版の方はもっとなんだろう、喉越しすっきりで薄いって感じがする。うん、そうですね、薄い感じがします。うん、チェコ版の方がコクがあって、あのまあでもあの日本みたいなすっごい暑い、湿気が多くて暑い夏にはこういうビールを、あの日本版のスーパードライみたいなやつをぐいぐい飲む方があのすっきりしますよね。うん、だから需要とか環境に合わせて、うん、でまあ今ここイギリスなんで、で冬だし、まあ、そういう意味ではこっちのチェコ版の方が美味しいかなって気がします。うん、っていうのは味がすごくしっかりしてる。でこれはライセンス生産で、レシピはある程度あのフォローしてるものの、やっぱり現地の好みに合わせてすごくアレンジしてるんじゃないかなという気がしますね。うん、日本版はなんか食事に合わせるというよりも本当に喉の渇きを癒すためにガーッと飲むって感じの、本当軽いドライというよりもライトな感じがします、すごい。うん、でこっちのチェコ版は、うん、いわゆるラガーで、まあ、どちらかというとスーパードライよりもキリンの売れ筋商品とかラガーとか、一番搾りじゃなくてラガーの方に、うん、とかそっちに近いような気がしますね。うん、コップの香りも若干あるんで、うん、やっぱり薄いわ、やっぱり日本版薄いわ。これくらいガッチリしてるとカレーとかと一緒に飲んでも負けないし、うん、そういう脂っこい料理とかにすっきりと合いそうです。これはこれで日本版のスーパードライはこれはこれで美味しいんですが、やっぱり夏向けですね。ちょっと物足りない。あとやっぱり好みの問題もあると思うんですよね。だから私は最近ずっともうイギリスのエールばっかり飲んでるんで、でどちらかというとフルボディタイプが好みなので、すごく物足りなさを感じるんですが、まあ、日本にいた時だったらきっとこういう風に日本の夏みたいな状況だったら特にガンガン飲める、こういうのが美味しいんじゃないかな。うん、驚くぐらいに違いますね。うん、すごくなんかこれは簡単に口では説明できないんですが、ま
1.5 倍くらいコクを持たせたっていうふうに考えてもらえればいいと思います。日本版の 1.5 倍くらいコクと苦味が加わったのがチェコ産のスーパードライだと思っていただければいいんじゃないかなと思います。まあ基本的に見た目はほぼ一緒、香りは味と一緒でこっちの方が若干あるかなって感じでも、まあ基本的にあんまり香りはねラガにはそれほど、求められているものでもないんで、またなんかこういう特別企画思いついたらやりたいなと思っています。なんか今のところ大して思いつくことがないんですが、まあ、お店とかでなんか見かけて、あ、これ面白そうと思ったらやってみたいと思います。では。